はい、えー、まずおめでとうというのもおかしいんですけどもこの未来創生学というのが学祭研究ユニットというので立ち上がったことを非常に喜んでいますで一応勝手にロゴを作ってきたんですけどもすぐ却下されると思うんですけどもここは無限になっているのがいいでしょう、えーね、というのでまず気を引いといて徐々に内容に入っていきますが。 で私自身はあのー、約,、まあ、約1997年に京都大学に博物館ができましたでそこに理学部から移りまして、まあ、教授になったのでもうこれ以上の出世はないからどうするかとそれからいわゆる一階級特進で新しいポストができたから行ってみるって言われてはい行きますと言って行ったらですねもう一階級特進、まあ、戦時中ならまあ,あの選手をしなさいということですね。 でえー、死に物狂いで,です、ね、いろんなことをやりました。と申しますのはです、ね、大学というのは冷たいところでしてです、ね、その学生がいる組織が強いんです、なぜなら人質を取っているから。 学生はないけども260万点の貴重な学術標本資料国宝重要文化財これはですね物は大事なんですがそこにいる人間はちっとも大事に思ってくれないこれは大変ではないかということで,ですねそれでですねまああの兄弟も猛獣もたくさんいるんですけども私のように心の弱い人間もおりまして私はどっちかといえばスピッツですのでともかくキャンキャン騒いでおったわけです。 で何をしたかというと学内に味方はあんまりおらんだろうから市民の人を味方にしようということでいわゆる社会連携そしてとりわけですね子どもたちこの未来っていうのは私たちのためにもありますけども私はもうあと半年ほどでクビになりますからむしろ将来を担う子どもたち。 で子どもたちもなかなか難しくてですね高校生ぐらいになると知恵がついてきますから我々のような人間がですね例えば、高台連携で学校に行ってもなかなかその説得がしにくい小学生なんかですと素直ですからあのすごく懐いてくれるんですけどめっちゃ素直で面白くないというかちっとも乗ってくれないという非常にたくさんのジレンマを踏み込めましてですね最近分かってきたことなんですけど。 結構私その理科の勉強のためのプログラムを簡単なプログラムなんですけども作ってます要するによーく見ましょうそれからまず観察をしましょうそれからよーく考えましょうそしてえーそれを確かめましょうとそういうのを何度か繰り返しますと理科の勉強が楽しくなります子どもたちは楽しくなるんですけども どうしてもです、ね、子どもたちとやってるとです、ね、ついてきた保護者の人がなんか恨めそうな顔をするんですね。あんたらも小学校中学校嫌ほど勉強したんじゃないかと思うんだけどもしてないんですよね大人になってから目覚めるとこういう人も救わないいかんとここが京都の心の広いところであります。というわけでいろいろとプログラムを作りました。で今日はその話をします で一応大げさに進化の制約から人の学びを解き放つにはとこれは怖い話でしてですね何が怖いかというとこの顔ぶれを見てビビりまくってるんですけれども専門家がいるのにこんな話していいのかと少し脳の,のこととか心理学の話もしますというか私が経験した範囲でのことをしますで、えー、まずはですね一応我々知恵があるっていうんだから動物は結構いい知恵を持っとるんですけども 動物ののののの知恵の最初の頃っっててどんなものかというう。ちょょ見てみましょう知恵そのものは化石で残りませんがいろんな行動な、まあ、いろんなこう動きをした跡が地層にありますでだいたい5億6千万年よりちょっと前ぐらいに私たちの先祖の多細胞の動物が地上にまあ進化してきたわけでありますこれいいかこれが地球の,その生命の歴史です 今日はですね出発点36億年より前なんですけども今日は全部しゃべっていると時間がないのでこの6億年よりもちょっと前後から現在までの時代つまり多細胞動物の進化だけを取り扱います。で一番古い、まあ、確実というのはなかなか言いにくいんですけども人によっていろんな見方がありますので私はこれは確実だと思うんですけども。 ドゥサンドゥこれ中国語なんで読みにくいんですがドゥシャンツォっていうところでそのちょうどじんたんぐらいの大きさの丸い粒がいっぱい含まれている地層があってみんな知ってたんですが真面目に見たのが1990年代になっておとんでもないのが入ってるとで電子顕微鏡で見てみるとボールがこう割れているとでスライスすると核まで残っていて要するに多分卵が受精して、えー 分裂しているところだろうと発生の途中であるということが分かりましたさらに断面だけなんですけどもこういう化石が見つかりましたこっからここまでまあ,あ0.5ミリから1ミリ鉛筆の芯よりも細いですで、えー、だけどよく見るとですねこれなんかサンマかなんかのこうぶつ切りのように見えますよね断面皮があってこう肉があって内側に内臓が入っているとつまり私たち 同じような構造で体の表面を覆う層と筋肉のようなものを作る層それから内臓を形成するような三杯養成という言葉があるんですけども三層構造の生き物これって結構高等なんですクラゲなんかは2層構造なんですけどもそういう生き物がどうやらここに書いてありますけどもまあこれ年代は少し、まあ、昔のことですから多少誤差があると思ってます億円やるよと言って 5億8000万円ぐらいしかもらえなくても喜べるぐらいの感覚で覚えておいてください。はい、で、えー、最初の知恵っていうのはこういうものです、化石が。要するにずっと歩きまして、ここでちょっとヘアピンカーブをして、また平行に歩いて、またヘアピンカーブ。私たち古生物学者はこれを見ると、お結構知恵があるやんかと。同じとこを二度通ってないから 餌を取りながらら海底面をを歩いいてたんだろうぐらいの解釈をしますなるほどと思われる一方で「なんやこいつらと思う」とね今の効率化大学の効率化の時代にここの資源はどう使うんだと総長はすぐにこう課題を与えられるわけですけどもその課題はですねのんびりやれば2億年ぐらいかかればね解決できるんです。 賢いでしょ、ねね、だけどこんなことだけで2億年かかってたら、ね、京都大学いくら、ね、ゆったりした大学でも大変やということになりますがこれは多分ですねおそらく化学的な情報に基づいて、まあ、生活するというそういう生活の仕方の生き物だったんだろうと。ところががですね面白いのが 次どうやらですね芽が出てきたことこれは別に僕が言ってる説じゃなくて結構古生物学者の人たちが言ってる説なんですがこういうきれいな化石がカンブリア紀ですから今から5億4千万年とかまあまあ5億2千万年とかそういう時代に見つかっています。本当かいなと恐竜の復元図の色は全部嘘やと言われてるのにな,なぜそれよりもっと古いものがこうやって色が復元できてるのか。 これはですね比較的簡単でして色には色素で出すのと構造色っていいまして CD ロームの裏を見てもらったらこう虹のように見えますよねあれは別にそういう色を出したいんじゃなくて記録面に細かい穴が開いていて物理の人がいるから言いにくいけどもまあそこに光が当たって色が出る途中のプロセスは知らないというようなものが化石になった時にへち上げてます。それを元に戻しててやって まあシミュレーションするとこういう綺麗な色がついていたというのが分かります。で多分ですねこんな綺麗なものがこれを綺麗と見るかどうかちょっと僕は派手派手しすぎてですね私の好みには合わない京都人の好みには合わないがまあこういうものがおるとするとおええやないかと思ってこうちょっと結婚しようかみたいな <laughs> あるいはこの周りにトゲトゲあるからえらい目に赤かまわからなんですけどね。あるいは ちょっとドキつぎするからちょっと体に毒あるから食べたら損よみたいなね情報を発してたかもわからないということでつまり光を介していろんな情報をやり取りすることが可能になったようであります。でもうその時代になりますとこういうふうに複眼ですけども昆虫と同じで産業中の目は非常にきれいな複眼でその宝解石っていう鉱物でできてるんですが。 高級なカメラに使っているアクロマートレンズといって色収縮さの出ないレンズになっているということが分かっています。でこういうものでしっかりオスがメスを見メスがオスを見あるいは天敵が獲物を見天敵が怖いから獲物がしっかりこう逃げるというような知恵が出てきます。で当時の一番怖い天敵はですね 肉食動物であのマロカリスといいう動物がいますでこれはその口のところに生えている腕なんですが実際これぐらいの大きさのものがオーストラリアから化石で見つかっています。でということはこうですからちょうど私の体ぐらいの大きさの天敵がおったということです。でこいつがですねいろんなものを食いあさったわけですが食われる方もそうはいかんでということで例えば。 ダンゴムシのように体を丸めて身を守ったりあるいはトゲトゲに体を武装して身を守ったりというようなことが行われます。でこうなると空砲でもですねこれをなんとか乗り越えてつまり盾と矛の関係のいわゆる軍拡競争というのが起こってそこでまあ知恵の進化っていうのが随分スピードアップされたんだっていうのがまあ 古生物学者や古生物学者をある程度信用する生物学者の見方であります。さて、で、いよいよこのようにしてですね、5億年ぐらい経ちまして、どういうわけかわしらみたいな賢いのが出てしまったわけですわ。困ったことですね、これね。で、で、私たちは子どもたちに、 よく観察して推理をして確かめていくと本当のことが分かるよということをやってきましたで小学生向きのプログラムではそれが割とうまくいきましたというのは材料をしっかり選んでるからですで先ほども言いましたように大人の人がですね何かやってくれとで大学はですねなかなかつまり大学生でもない大人に対しては冷たいんです何でかといったら授業料払わないから でそういううい人たちを楽しませるるはどうするか。例えばですね案外面白いんですちょっと聞きます。ハマグリの貝柱いくつあるか知ってる人います ?1 個あると思う人当てずっぽでいいです。1個やと思う人2個お結構。3個結構ば,ばらけますねみんな2個まあこれ見たら分かるよね2個よね。でそれでねスケッチしてもらうんですよ。 スケッチは客観的でしょそうすれば早、はい話はここにあってここにあってでここがへこみここは入水管出水管が入る場所なんですよところがですね面白いですよこれ総長見てやってください兄弟生50人当てずっぽうは勝手ですよ、ね、だけど観察した後 2つと言ったのが50に満たないこれが京都大学の現実や。でね何が問題かっていうとでこいつらバカやと思ったんですよ。わしと一緒ゃないかとこれはいかんと思ったんですがよく考えるとですね同じような間違いをするんですよ。ということは。 同じような間違いをするっていうことには何か意味があると思って考え始めたわけねそれで見てみたらどうもですねここは思い込みをします丸く,書くんです。だからもう一つはですね面白いのがその貝柱のあとには貝柱がこう成長しながら大きくなっていくから成長の跡がこうきれいに筋がついてるんですよ。 でね、面白いのがスケッチしていながらその意味が分かってない目と手だけでできてしまうんですねでこれは多分私たちが自転車を乗ったり水泳したりする時に水泳でも最初大変ですよねこう右を出して左特に自転車なんて皆さん経験あるでしょう最初ペダル右違うこっちは左や右左とやってるうちにうまくなって最後はですね何も考えずにやれると。 で私たちもスケッチというのは目と手が連動して何も考えずともスケッチができるところがそれは単なる人間デジカメになってしまっているわけです見ているものの意味を考えて紙に落とさないといけなんですがそこが見落としでこれは要するにいちいち考えなくってもだって大変でしょう山の中ダーッと走るときに右左いちいち考えてたら人生終わりますからというわけでまあ 省略してるんですね。その省略のところが科学をするときには見落としということになります。それから、なぜわざわざああいうものを思い込んでしまうのか。これはですね、私たちの祖先はですね。まあ、熱帯雨林から仕方がないので、まあ、熱帯雨林とか。それから、あまあ、サバンナの草原に生きとったわけです。で、つい最近までは野生の世界ですよ。 で野生の世界でこの葉っぱの後ろに何か見えますよね何が見えます間違ってもあのいいんですすか怖いもん見えますよ、ね、でここでオオカミとかライオンと思って補った人の人生がどうなるか人生ゲームですね。 思い込んで逃げたら生存につながるただの木切れをそうだと思い込んでも逃げた後でああわしはおやったと思ってもその人は命が流れられるただし私のように何も考えないとそこでライオン出てきてああありがとうというのでライオンの餌食になるということですからつまり見えないものを 補うっていうのは、野生の世界では、生き残りにすごく大きな貢献をしてたはずです。ただ、それが私たちが、今科学をするときには、思い込み。勝手に、ないものはあると見てしまうと。で、面白いことを言う人がいましてですね。これ女性がいるところで、見せなってあちこちいるあるんですが。こういうのってね、ただ冷静にやっててもね、だめで。 できることなら、これ見たときに興奮して暗い関んで逃げなあかん。逃げたら閉めたと思う。だから、この辺はちょっとこう怖いんですけども、あの専門家の方もおらえるから。なんか脳内麻薬でも出してしまえば。ご褒美あ得られるから、逃げてああ嬉しかったという興奮が出ますよね。で、そういうものが。こういうちょっとベールに包まれて。はっきり見えないものを一生懸命見ようとするときに。 少ななくとととも男子はは興奮するというのぜかとつまり見えないものを補うということが生き残りにすごく役に立つからそれがちょっとねじ曲げられたら美しいという概念が生まれますよと。でラマ・チャンドランという僕は会ったことないんですけど多分会ったらすごく気が合うという感じの人なんですけどもがそういうことを言ってます。 でこれもそうなんですけども皆さんは理性がおありですからこの日本の縦線分かってるよね何を言ったかまっすぐよね理性で分かってだけど直せますか直らんでしょうと言うたらね先週すごい80代のおじいさんがこれ直せるよとちょっと目を細めてみてくださいね,ねだから。 ね、年寄りの知恵は大事にしないかん <laughs> 先週理化学会というところでねこの話をしたらおじいさんパッと手を挙げられてね「いやまっすぐ見えます」って言うからさ「これ大丈夫かな?」って言ったら「ちょっと大野さん目を細くしてみなさいと」とまっすぐになるだからやっぱり知恵を出せばその間違いっていうか思い違いは直せるはずなんですが。 それからこれなぜこんなふうになるかっていうのはまあいろんな説がありますが私たちがジャングルを走ってる時に周りの風景が飛んでいきますよね。で目の前に枝が出たと。でこれが近づく時にやっぱこういうふうに来るんですけどもそれが走っていて物が見えてから私たちの脳に届くまで0.1秒とかかかるそうです。でうっかりすると見えた時にはもうぶつかってるのでこの辺は僕は詳しくわからんのだがもう。 見えた瞬間に0.1秒後の世界を組み立てて脳の中枢に送るというような働きがあるそうです。ですから私たちはですね皆さん未来が見られるんですわずか0.1秒。で心配せんでも我々だけちゃあ猫もやっとるからあんまり気にするなということであります。で 大体誰でも同じように間違われます。正しい解釈や知識を与えられてもなかなか治りません。錯誤まあ作詞というのは正常な認知の機能の反映じゃないかと私は思っています。で。人類はですね、幸いにして対話ということを学びました。で。ここに。これをかませれば、対話が真実に。導いてくれるのではないか。 これは文科省も,ですねもう今の学生生徒全部あかんからアクティブラーニングねコミュニケーションベースであれば必ず賢くなるということですから私もやってみたなるほど、兄弟生は賢いねすごいね対話の後は正解する人がすごく多くなるこれは素晴らしいと思ってこれが昨年の出席者です。 学校の先生でもいい先生方はちゃんと収束しますで対話は重要なわけですということが分かりますがこれに頼れるかという話なんです2015年今年の私が対担当したあ学生私は入試には一切関係していませんから私の常実で入ったバカどもではないそれで先ほども言いましたように そのいくつあるかっていうといくつあるかと思って先入観を持って例えばその思い込みをするかもいかんからまず素直にスケッチしなさいと言ってからいくつありますかと聞きましたそうしたらですね結構いい客観的に見ることができるようになったわけです24まあ60%の学生は客観的に見て答えを出してくれと。 でこの上で当然あとは対話力がいればあれば 90%100% いくと思ったらところがどっこいですちっとも増えないつまり対話力ないわけですよ学前然ですよねでまあこれはいいでしょうで高校生も対話が下手ですで、えー、っと2つっていうのが対話の合でも 34%ぐらいまでしかいかない3つ説が残るとか、ね、それから次のやつはね見ても忘れてくださいに平成27年度免許更新講習受講者つまり小学校でアクティブラーニングの対話の重要性を教えなければならないという使命を持った人たちですスケッチした時にはちょっとマシになったんですが 対話後はこちらに行きましてでこれは困ったとでもうちょっと対話してもらえませんって言ったら <laughs> すごいよねみんなもんどり打って <laughs> だからもう地滑り的勝利ですよねというようなことが起こりよるわけですですからで次人はなぜ対話が下手かこれはもうさっさと終わりましょうね。要するに多分 対話にには非常に抽象的な能力が必要です。で、こういう能力ってあんまり昔から私たちが持ってる能力ではないんじゃないかというのが私の考え方です。で難しいですよね知恵の化石ってのはないんですよ、ね。愛の化石はあるかもしれないが知恵の化石はない。で類推するのに例えば好奇心例えば美しいものを美しいと思って。 いいいたたたらししし証証拠拠とか珍しいものを集めたりした証拠それから、まあ、埋葬儀式なんてのは別に死んだやつをほっといてもいいんだけどもなんかこれがまた災いをするということだけでも非常にまあ抽象的に未来を考えたりということと関係するとすればこういう証拠を探せばいいじゃないかと探してみますと結構アフリカにありますエチオピアに 行く機会があったのでアジス・アベバの博物館に行ったら世界最古の石器を見せてくれましたこれはそのただの石ころみたいに見えるんですがいろんな方向から石が割れているのでつまりあらゆる方向から石を叩いて割ったものだというふうに思われていますでしかもこういうものが同じ場所からいくつも出てくるので1個だけならなんか偶然にね他方面から割れたと考えてみまし それがいっぱい出てくるとなると偶然ではなくて人口が加えられたものだということで260万年前で130万年ぐらい前になりますとこれぐらいの大きなものが出てきますでたまたまこれ金子さんで京都大学のね女性はすごいですよアジスアベバからねバスで日中や乗り継いで着いた場所でそこの土地の栽培植物の 研究それからその多様性を保護するためのさまざまな啓発活動をやっている人がたまたまそのアジス・アベバに迎えに来てくれたので彼女の案内で見たんです彼女もこんな古いのをを触ったの初めてて大興奮をししくれましたそれからこれが人類のホモ・サピエンスの今のところ最高と言われている16万年前の化石であります。が 面白いのがですね、好奇心の最古の証拠ではないかと言われているのが、250から300万年ぐらい前のオーストラロピテクスの骨と一緒に発見された。なんかその顔のように見えますよね。で、これはひょっとすると、その持ってたオーストラロピテクスは、なんか俺の顔と似ているなと思って興味を持って運んできたんじゃないかと これと同じ材質の石はその発見された遺跡から数十キロ離れたところにしかないわけですねですからそういう意味でこれはひょっとすると好奇心がすでに古い時代からあったのかもわからんということなんですが残念なことにこのあと続いて引き続きそういう化石が見つからないので今のところはちょっとこれのどう,うですかね解釈の正しさについては謎であります。 で最近になりましてと言いいますか私が調べた限りですけどもあ南アフリカここは行ったことございませんがあまあ洞窟の中から例えば今でもアフリカの人は体にいろんなその色を塗りたくりますでそういうオーカーっていうんですかその色素の含んだような岩がいっぱい出てきますそれにこういうきれいな幾何学模様が見えるようにすぎないので さまざまな間違いを犯します対話は間違いを強制するのに役立ちますただし対話能力は人類進化上未熟な能力でありますで、えー、その次文部省が提唱するアクティブラーニングは課題が多いなぜなら対話を絡めた学校教育は対話力が備わっているという前提では失敗しますで、生徒学生の対話力を養うにはまず教師がその力を鍛えなければいけません 教授会、部局長会、皆さんの対話力を鍛える場はいっぱいありますので、京都大学はそういう会議がいっぱいありますから、鍛える機会はありますので、他の大学よりも多いから、必ず我々の方がさっさと進化して、いい世界が作れると思います。